はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライフイズストレンジ続きをやっていきましょう。まあ、いつもの教室の授業のところに戻されたところですけれども、ちょっと今回は雰囲気が違いますね。まあ、誰もいなくなっちゃったし、とりあえず教室からは出ますか？ちょっと調べてみますか、いろいろ。パソコン、使う。なんでこれが。マジで？マジかよ。もういきなりちょっとさ、ホラー色が強くなってきたよね。この前回のドンドンドンみたいな。てかこれ超怖いんだけど、何これ。落書きが怖すぎる。死なないよケイト。え、死なせない。あ、書いてあるね、ダイって。ダイ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 。この髪切れば。残念、まだ生きてるよ。マックス、これを読んでるということは君は死んだということだ。愛を込めてジェファソン。どういうこと、マジ。これちょっと調べてこう、この教室も。これは、あ、特に何もない。いや、マジかよ。じゃあここら辺のものとかはいじれないか。やっべー、結構怖えな、これ。ここら辺は何これ。いやー、なんだよ、本当に怖え。てかやばい、今回マジ怖い。お、何これ。嘘でしょ。え、どういうこと。クランジは死んだのか。マーク・ジェファソンの最新フォトワーク。おい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 、ちょっとこっちの方も見ていきましょう。ここら辺は特に写真とか。まあちょっと怖いんだよね、みんな。そんな、あ、これはもう嵐が来た後ってこと。これはレイチェルを見つけた時の写真。あ、本当だ。なんでこんなものが。いやー、ちょっとこれも一応見ていくか。もうコンテストなんて興味もないよ。マックス・コールフィールドは負け犬。助けようとした人を傷つける。その通り。日常凡人フォトコンテスト。マックスの優勝は確定。なぜならもう負けてるから。エントリーするだけ無駄。よくわからん。おお、びっくりした。おー、マジびっくりした。コンテストの課題はどうした。なんでいるんだよ。すげえ、今超ビビった。さて、この先ずっと僕の暗室で過ごさないか。おい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 、君の無垢は僕の感性を刺激する。お互いにとってとても幸せなことだと思うんだ。僕が取れば自撮りも必要なくなる。先生のことが好きとか。私がこんなこと言うわけない。何なのこれ。何なんだ。クレを殺してくれてよかった。私の自撮りはゴミ。私だけの愛する。ちょっと待って、選択肢が全部いかれてんな。なんだこれ。どれしよっか。私の自撮りはゴミ。まあ、これがなんか一番影響なさそうだよね。私の自撮りはゴミです。本物のアーティストに撮ってもらいたい。僕に任せなさい。君の中に存在するあらゆる顔を僕がこの世に公表してあげよう。針とダクトテープは怖くないんだ。怖いよ、超怖いよ。いなくなった。こんなのありえない。やっべ、いやー、行きたくねえ、外出たくねえ、超怖い。もうすでにホラーゲームじゃないよねこれ。ホラーゲームじゃねえけど超怖いんだけど。うわ、だってこれさ、なんかもう、うわ、なんかいるね、前に。あれ、これどこ。これ学校じゃなくね。寮だよね、ここ女子寮だよ。なんかいるよ。やだ、ほんとやだ。ケイト？あ、ちょっと待って。一応。いや、なんで泣いてんだよ、ケイト。何してんの？え？何してる、ケイトちゃん。ケイトちゃん。話せる？ケイト？どうして死なせてくれなかったの？それでも友達なの？私がどんなに辛かったか、何も分かってない。私の家族まで巻き込んで、結局私を一人にしたのはマックス。
あなたよ。そんなはずない。私はケイトの友達だよ。222号室。おーおいおいおい。え？ちょっと開けるか、開けるだけ。飛び込まなきゃいいだけだもんね。あれ？なんかまた戻ってきちゃったよ。完全闇の世界だな。マップは一応見るか。どうすればいい？え？ここ入ってみる？217号室って誰だっけ？いやー、なんだこれ、ループしてんな。224号室は？あー。ん？誰の部屋に入ればいいんだ？ちょっともう一回マップを見ましょう。ケイト。あと誰がいる？手前二つはダメだったしね。ビクトリア入ってみるか。てか、なんかないかね。その、ここだよ的な、やつとか。なんか言ってるけど。自分の部屋とかじゃないよね。とりあえずビクトリアの部屋入ってみっか。え、わかんねえ。ほんとにわからん。なんだ？もういいや。一個ずつ入ってこう。手前から一個ずつ入っていきましょう、もう。どこだ？自分の部屋も入ってみますか、じゃあ、ちょっと。廊下から抜け出せない。確かに。どうにかしなきゃ。ケイトの部屋は入ったし、自分の部屋入ってみよう。トイレとか？ちょっとまずは全部部屋に入るか。ここ入ったっけ？ここドアだしね。違うよね。入った。で、自分の部屋。戻るとか。本当にどこ行きゃいいんだか分かんないっていうか、マジ怖い。鍵、いいね。これ取ろう。218号室か。なるほど、そういうことね。223 217 218、ここか。よしよしよし、これいけるはず。おお、これは服が変わった。服が変わったぞ。レイチェル・アンバーだ、これ。一番手前だ。これ、ここ。おし、ビンゴ、これは。てか、完全ビクトリアになってんな。自分の顔、あ、ビクトリアだ。これビクトリアの部屋だな。頼むよ、何にも出てくんなよ。よしよしよし。ああ、で、マックスか。これはあれかね。犠牲者の順かね。レイチェル・アンバー。で、ケイトも一応。うわぁ、ちょっと待って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 。もっと出てきて。え、なになになに、あ、戻ってんのね、時間が。会話元に戻ってんだよ。え、また音楽聴くの？音楽も多分逆流するでしょ。いや、そんな音楽聴きたくないんだけど。
いや何落ち着いてんだよお前。え、お戻ってる。こういうのはルミになってるよ。ミルが。ああ、完全に逆だね。もう全部逆だよ。おい、ちょっとごめんごめんごめん。ほらんがーろってローガンが。お、鹿がいる。あー、トイレか。やっぱあの鹿があれなんだね。レイト。トイレ。いやー、でも入りたくない。いやー、なんだよ、もうマジ怖えんだけど。隠れても無駄だぞ。出てこい。僕の作品になるんだ。え、なんなのこれ。ジェファソンが追ってくる。やだ。清らかだったのに。死んでもらうぞ。おっとっとっと、こっちに来てるね。まあ基本的にこいつの走れるんだ、ここは。なんで分かってくれないんだ。僕が自分でいられたのはあの暗室だけなんだ。あ、サーチライト、これまずいんじゃない、見つかったら。君のヒラヤーマックス。おお、戻そう。ヤーマックスじゃねえよ本当に。あんなに純真で清らかだった。あ、こっちに行ったね。死んでもらうぞ。え、てかどこに向かえばいいの、そもそも。あれ、こっち行けないよマックス。おお、見つかった。うん、どうしよう。冷静すぎでしょ。うん、どうしようじゃねえよ。あんなに純真で清らか。どこに向かえばいいのそもそも。死んでもらうぞ。くるくるって向く。あ、来た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 。これだって、あんなにどこにいる今ジェファソン。清らかだったのに死んでもらうぞ。ゴールがわからん。ゴールがこっち行けない。とりあえずここに隠れてよ。なんで分かってくれないんだ。こっちに来る。僕が自分でいられたのはあの暗室だけなんだ。どこに向かえばいいんだ。君のひらめきはどこに行った。僕は生涯君を指導するつもりだったのに。こっち側とかね。君は写真家どころか。あ、こっち側でいいのか。芸術家にもなれない、ね、おお、見つかる見つかる。授業は終わり。あれ、こっち来てる。こっちから行かないといけないか。ジェファソンの歩くスピードと俺の歩くスピード、こっちが行けないんだよな。教室の僕を見ていた。ちょっと待って。いや、あんなに純真で清らかだったのに死んでもらうぞ。とりあえずここ抜ければいいんだ。こっち来るから、その前に。なんでわかマクタイ。あんなに純真で清らかだったのに死んでもらうぞ。これさ、もう戻しながら突っ走っていけばいいんじゃん。てかここに座るのかな。マジどこ行くの。マックス、もう君はお呼びではない。マックス、あれ。ここまで戻されたか。いや、ちょっとマジでわからん。どこ行けばいいんだかがまずわからん。走れないしね。こいつについてってみる。後ろに行けばとりあえず大丈夫でしょう。
あ、でもここクルクルしてるだけか。あ、クルクルしてるだけだね。じゃあこっちに行ってちょっとここで様子を見てよ。いや、手がちょっと見つかりそうだ。まあこいつがね追っかけてきてること自体は全然恐怖感はないからね。あれ、ここに来てる。何、こっちに来るとあれなのか、位置が変わるんだな。こっち来る。こっち来た。マックスここが難しい。ここがで、ここに戻されるから、とりあえずここはじゃあこっちだね。でこの先だ。まあ走るって書いてあったから走らないといけないんだきっと。違うこっちに、違うこっちに来るとあっちに行けないから。OK、 2人いるじゃんよく見ると。なんだよ、マックス。おお、巻き戻さなきゃ早く。でこれでここに行けばいいかな。見つかる。であっちに行った瞬間走ってこっちに行く。よし、 OK。 いや、ようやく突破したね。あとこっちにもいるよ。どんだけいっぱいいんだよお前。おーい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 、いやーじゃねえよ。で今後ろ向いてて、これだってこっち向いてくるでしょ。ちょ、やつの動きを。え、今だって突破できんのこれ。え、絶対突破できないよこれ。どうやって突破すんのこれ。あ、こっからか。もう絶対無理な状況まで追い込まれるとここまで戻されるんだね。じゃあこいつはほっといて、ああこれはちょっと無理だぞ。もう一回見つかるか。で行った瞬間こっちに隠れて、いやここちょっと時間かかりそうだな。でこっちに来てここだな。ここをどうするかだよな。いやだってさ、あっち行ってくんなくね。いやいやマックス、またこっからかよ。でここはもうとりあえず早急に突破しよう。お、すげえでここだよね。あ、ここに隠れてて、なるほど、こっち側から回り込むのか。はよ来なさい。よし、チャンス。それでこれ何、このサーチライトは何、見つかっていいの。マックス・コールフィールド、コールフィールド君。お、やっぱダメだ、この灯台もダメなんだ。であの灯台に行けばいいんだ。いやあマックス、おい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 、こんばんは。ここの影にいるのは大丈夫か。あ、あそこでくる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 回ってるよってことは一つずつだな。ここに行った瞬間ここだな。よしで次
行った瞬間に間に合うかこれ。よし。でどこに行くの？え、マジでどこに行くの？こっち？おお。そうだ、時間を操れるってことは力は使えるみたい。でも、いや慎重にならなきゃ。こっちから行ってみるか。で、ほいっと。いやでもこれはさ、ちょ無理だよね、こっち側から行くっていうの。逆らってるもんね、光の流れに。待ちなさい。こんばんは。校長のウェルです。よいしょ。タイミングが悪かったな。あ、いける。校長のウェルです。やあ、マックス。マックス。そうだ、時間を操れるってことは力は使えるみたい。でも慎重にならなきゃ。よし、あれちょっと見つかっちゃったよ。で、ここでしょ。校長のウェルです。よし、行くぜ。これでもう一回行った瞬間、よし。こっから先が分からないんだよね。このまま真っすぐ行く感じでいいのかな。よし、行くぜ。どう？あ、行けたね。で、どこにいるの？おーれん。出ておいで。出ておいで。おーれん、マジか。あ、いるいるいる。ん？猿、猿、猿。猿の惑星見に行こうよ。すまんな、まだそんな時間じゃないんだ。猿見に行こうよ。次は？さあ、車に乗って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。一緒にドライブしよう。一旦あっちに行く？いけねえし。ここを突破するんだな。いるんだろ、マックス。君のナイトが迎えに来たよ。オラオラオラ。よし。この学校が吹き飛べばいいのに。怖い。マジ怖い。これなら安全かな。夢も覚めるかも。あ、そこにいる。ちょっと待って、どんだけいるんだよ。ここは、あ、見つかった。校長に見つかった今度。止まりなさい。おっと、待って待って待って。ボタン一つ。出てこい。この学校が吹き飛べばいい。おい。おお。ここむずすぎでしょ。君のおい。ナイトが迎えに来たよ。出てきなよ。ボタン一つでいい。この待ちなさい。なんか完全に積んでるぞ。おい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 。この学校が吹き飛べばいい。マックス。ボタン一つでこの学校が吹き飛べばいいのに。リスも君を嫌いになった。しかも。よし。でこっちだな。おわー、見つかった。ボタン一つでこの学校が吹き飛べばいいのに。でこっち。本当なんなのこれ。ボタン一つでこの学校が吹き飛べばいい。ちょっとずつ進んでいこう。皮肉なもんだろう。ヒーローは俺だった。お前は結局町をぶち壊すんだからな。え、いけない。おお。どっから行くんだそもそも。皮肉なもんだろう。ヒーローは俺だった。こっちが行けるか。切り刻んでやるよこの化け物。おお、怖い怖い。腐った肉体を感じる。俺の豆え、マックス。
いろんな人がいるな。お前を笑ってたよ。お前を好きなやつなんて一人もいねえ。当たり前だけどな。レイチ・アンバー、まさに琥珀のようだ。ん？売人だ。マックス。お、見つかった。まだ笑ってたよ。お前を好きなやつなんて一人もいねえ。当たり前だけどな。どっちへ向かえばいいんだ。本当に。芸術品になってくる。売人だ。お、やばいやばいやばい。逃げなくていいんだ。お前の方がよ。いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。マックス。どこまで来るんだよ。なぜだよ。お前を好きなやつなんて一人もいねえ。よし、突破する。おーい。なぜそんな顔です。ああ、ここまで戻されるね。当たり前だけどな。ここはもうこれで突破できるでしょ。でこっちだな。まさに琥珀のようだ。売人だとバカにしやがって。内側が見える。椅子とかなんなの。まるでゾンビのモデルだな。また空き瓶集めをやるの。お前も写真撮るか。こいつの後ろにくっついていこう。よしよしよし。どっちこっちでいいの。おお、突破した。ようやく突破したよ。ここ座る意味ある。こんな時に座るか。げっ、雪が降ってきた。マジかよ。え、何今。なんだここは。まさかシェフを疑ってるのか。へ、本当にシェフのつもりなんだ。ママがいないときはね。動けん。知らないよ。俺は所詮人形か。もしもし、ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエールズで雇って。メイドインなんて書いてある。台湾って書いてあるね。あの灯台のやつ。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃあこっちにリスが見える。セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいな。バカみたい。それがパパのいいところさ。くそ、鍵はどこにいんだ。汚い言葉、1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金だ。お、鍵は自分じゃないか。ちょ、怖えな。くそ、鍵はどこにいんだ。もう1ドル罰金。破産させる機会。発見。こんなところにいたのか。鍵を閉めといてくれよ。仲良く遊んで家を壊さないように。あと、ワインの試飲会はダメだぞ。なんか来てる。マックス、クロエとジョイスによろしく伝えてくれ。私を死なせたっていうのも忘れずにな。てかメールがいっぱい来てる。こんばんは、マックス。リスたちはサミエルに話しかけてくれるけど、君はどうしてるんだい。サミエルは電話を持ってないんだ。レイチェル、マックス、私レイチェル・アンバー、自己紹介しとこうと思って。もうすぐ会うことになるしね。あと少しで。やばい。ポンピドゥ、フランクに手を出すな。俺にもな、おやつある。かわいい。ジェファソンとのセッション最高だったぜ。完全にお前のことを捉えてたよな。今度一緒につるんでやってもいいぞ。クロエ、マックス、こちらパラレルワードで車椅子生活を強いられてるクロエ。新しい世界に逃げたのに、ん？逃げてくあんたに私感謝してた。頼み一つ聞いてくれなかった上にもう新しい写真に飛び込みやがって。
何回私を見捨てたら気が済むの。すっげえな、なんか、おお、今度はまだ悪夢は続くの。こっからどうする。動けないね。おお、なんだ。君をモデルにレトログランジというシリーズを撮りたい。あれ、クロエじゃん。何してんだ君は。レイチェルと同じ良さがある。マックスとは大違いだ。マックスはガキだから。同感だよ。しかもおしゃべりが過ぎて困る。意識だけ無駄に高いしね。学校でも嫌われてたよ。本当のスターは君だ。ウォーレンはてっきりマックスが好きなのかと。あいつは俺に興味ないし、どうでもいいよ。私らはタイプじゃないってことだろ。何様のつもりだ。マックスはジェファソンに夢中なんだろ。あんなやつほっとこうぜ。全てが逆になってるね。お前みたいなイケてる女がなんでマックスなんかと。暇つぶしだ。パシリにもちょうどいいしな。確かにな。部屋にいいもんあるけど、どうだ。見ろよ、マックスが覗いてやがる。写真だったらいくらでも撮るよ。踊りってのはこうすんだよ。ダサいマックスには無理か。いや、それも十分ダサいけどね。あんた大人だな。マックスとは大違いだ。あなたのタトゥー、すっごくセンスいいと思う。え、何このシーン。もっと早く一緒になってればよかった。え、何このシーン。何なの。せっかくの力も使いこなせなきゃ意味ないだろう。レイチェルの代わりにマックス、あんたが死ねばよかったんだ。なんでアルカディアベイに戻ってきた。いい迷惑だよ。君はなんで写真を撮ってるんだ。おお、トイレか。ちょっとトイレは雰囲気が嫌だからね。電子機？わからないね。ちょっとこれはさすがに。うわー、数字がいっぱい。壁一面に数字が。正しい番号はどうやって探せばいいの。あれ、なんかあるよ。これはこれだね。0311かな、これは。1130かな。ちょっとわからん。両方試してみよう。1130の方が覚えやすかったな。あ、ちょっと待って待って待って。1130。はい、OK。ちげーす。あとなんだっけ。0311ね。0311。OK、開いた。うおー、なんかもうやだよ、人がいるの。もうダンスもできないんだね。人がいっぱいいる。カリフォルニアで新生活を始めるって時に。マジかよ。固まってるね。仲間だと思ってた。友達だけの関係でもよかったんだ。俺を見捨てるな。でも君は友達すら見捨てるんだね。固まってるの受けるね。マックス、これが復讐のつもりか。一度は俺を救い、娘、また両方俺は別に。この二人は完全にもう関係ないね。いけないか。あ、マックスがいる。ねえ、お願い。助けて。あなた誰なの。見てわかるでしょ。私はあなた、置き去りにされたマックスの中の一人。お願い、ここから出して。何、助けてほしいの。時空を自在に操って過去も人も全て思い通りにできるんでしょ。まあみんなの力になりたかったんだよ。私はみんなの力になりたかっただけなのに。人気者になりたかっただけでしょ。すごい力を使えるようになったのをいいことに、親切なふりしてみんなに取り入ってさ。いや、ふりじゃないよ。ふりじゃない、本当に友達が欲しかったの。当たり障りのないことを言ってご機嫌取って、自力で友達を作れないから力に頼ったんだ。
そうじゃない、みんな本当の友達だし、力だっていいことにしか使ってない。どんなに取り繕ってもあなたは偽善者だよ。偽善でも善だからね。たくさんの苦しみと死を生み出した。黙って、私のせいじゃない。いいの、そんな偉そうな口聞いて。結局責任から逃げてばっかなんだ。そっか、わかった。時空をめちゃくちゃにしたのは全部クロエのためってわけか。あんな不良のためにね。まあクロエは親友だからね。当たり前でしょ、親友なんだから。その親友が辛かった時に5年間も連絡取らなかったのはどこの誰だっけ。だからってクロエが大切なことには変わりない。誘拐犯に共感しちゃう被害者と同じ心理だね。説明してもわからない人は痛い目見るしかないから。何、痛い目。レイチェルみたいにね。無駄だよ、あなたなんか怖くないから。このままじゃジェファソンに殺される前にクロエに殺されるよ。クロエは私たちのこと友達だなんて思ってないんだから。ほんとバカだよね。私あなたと同じ名前なのが恥ずかしいよ。クロエはそのうち全てを。あら、噂をすれば。君は動けるんだね、クロエちゃん。いい加減にしろよ。お前と違ってこっちのマックスは全てを体験してんだ。私とマックスがいる世界が現実なんだよ。え、何何。5年経っても相変わらずだな。本当、会えて嬉しいよ。決まりだな。じゃあ飛ばすよ。お、動けるね。また何、どこ行くの。暗くてわかんねえし。確か先月誕生日だった。おお。死んだパパのカメラ、プレゼントだ。今までのあれか。この曲上がるな、恥ずかしがんだって。でも今日は助けてくれたじゃないか。未だに信じられないよ。こうしてまた会えたのはきっと力のことを教えてくれよ。やばいよ。さて別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗、また助かった。時系列はちょっとあれだね。マジで命の恩人だよ。命の恩人。あれ、いけない。いけた。喜んで運転手をやらせてもらうよ。ついに犯罪者の仲間入りだね。誰がマックス、ちょっとこれ見てみろよ。こっちで合ってんの。違う、せーの。あ、プールか。カワウソ発見。そうしようか。水から出たら凍えるかも。笑って。せーの。ほらやってみて、キス。その手には乗らないよ。ん？何それ、本当はキスしてからまっこいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサーの方まで行ったら最高だぜ。あれ、どっち。分かってる、ただの夢さ。レイチェルがフランクにこんな写真を撮らせてたなんて、ラブレターも書いてフランクとやってたなんて、そんなの一言も言わなかった。あれ、どこに行けばいいの。怒るって分かってたからだよ。ほらやってみて、キス。その手には乗らないよ。あれ、こっちから来て。何それ、本当はキスしてからマキ、こいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサーの方まで。こっち来たとかわからん。分かってる、ただの夢さ。レイチェルがフランクにこんな写真を撮らせてたなんて。東大に向かうからこっちか。約束したでしょ。うちのパパがイケてるパパでよかったよ。なんかちょっと不思議な感じだね。うん、でも楽しいよ。おお、もうすぐ東大にたどり着く。これいい写真だね。海賊ごっこした時、クロエ、よかった。嬉しい、ケイトだけじゃない。他にもこんなにたくさん犠牲者が。レイチェル、嘘だ、嘘だ、信じない。早く東大へ行きたい。頑張れ、あと少しだ。レオさん、待て待て。これは？マックス、マックス、カリ。
とりあえず東大に来たのか。マックス、どうしたんだよ。起きろって。クロエ、ごめん、なんか気絶してたみたい。びっくりさせんなよな。悪夢を見てたの。すごくリアルで怖かった。東大はもう壊れてるね。ただ結局竜巻はこの嵐はどうにもできないか。全部私のせい。時間を巻き戻して運命を変えてるうちにいろんなものの未来が変化して、私のせいで町の人たちが死んじゃう。そんなの気にすんな。好きで力を手に入れたわけじゃないのに、それを使って私を助けてくれた。レイチェルはダメだったけど、でもその力のおかげで見つけることはできた。マクシン・コールフィールドは私のヒーローだよ。あ、これはこの写真もすごく昔のことに思える。これが全ての始まりだった。そいつを使えばそれを取った時点まで全部元通りにできるんだろう。私の運命も最初の通りに。だからダメ、そんなのダメだよ。クロエだけは絶対守るって決めたんだから。マックスはこれまでに私を何度も救ってくれた。こんな身勝手な人間をさ。ママだって私のためにたくさんのものを犠牲にしてくれた。なのにこの嵐で死んじゃうなんてクソエス。デイビッド、ママが死んだらすげえ悲しむよ。この町には私より生きる価値のある人がたくさんいるんだ。やめて、クロエを犠牲になんかしない。犠牲とかじゃない。マックスはきっと避けられない運命を送らせてただけなんだ。私が何度も死んだり死にかけたりしたのも、町がおかしくなったのも、マックスが女子トイレで私を助けたから。そろそろ自分の私たちの運命を受け入れるべきなんだよ、クロエ。マックスとこうしてまた会えて、親友として大事にしてもらってさ、こんなに楽しかったの何年ぶりか分かんないよ。このあと私がどの世界でどうだったとしても、マックスと過ごした時間は全部本物だし消えることはない。マックスがどんな選択をしてもそれが正解だよ、クロエ。私にはできないよ。逆だよ、マックスにしかできないんだ。おお、これは戻るか戻らないかだよね。いや、俺にはできない。クロエを犠牲にするのはできないけども、なんかアルカディアベイの人たちを犠牲にするのか。まあ、とりあえずちょっと町の人には犠牲になってもらうか。マックス、時間が関係ないよ。みんなここに避難させればいいのに。マックス、そばにいるから、いつまでもずっと。
みんな灯台に避難するんだって言えばさ、とりあえず人の命は助かるよね。これちなみに戻せんの？戻せねえし。街が飲み込まれていく。まあ残るもんはでも残ったといえば残ったのか。完全に全てが壊滅しそうな竜巻だったけどね。あー、鹿がいる。鹿がいっぱいいる。あれ今のはマックスとクロエか。排気ガスすげえ黒いな。とりあえずここは去っていく感じかな。終わりましたね。そうか、最後の選択肢か。これはもう一個も見てみますか。とりあえずスキップしてここっすよね。アルカディアベイを犠牲にした、クロエを犠牲にした。これはもう完全に半々っすね。まあもう一個の方も次見ていきますか。デイビッドがこれ何したって書いてあるの？負傷した？デイビッド負傷したって 97%。 負傷しないパターン 3% あるんだ。で殺した殺さなかったも半分くらい。あー、ここら辺結構割れてますね。トラック運転手とかエヴァン助けたとか、アリッサ助けなかったか。で漁師は助けて、デイビッドに対するジョイスの誤解を解かなかった。あれそんなのあんの。フランクにレイチェルのことはまあ話すよね。みんなウォーレンにキスしてんね。ちょっと流されすぎでしょ。だってそこまでじゃないよ。あ、これしかない。なるほど。あー、これで終わりですね。はい、というところで、じゃあとりあえず一つエンディングを見たので、ちょっともう一つの選択肢も気になりますので、まあこのままちょっと続けて編集をして、やっていこうと思います。じゃあちょっと一旦切ります。はい、じゃあ多分この崖のところからやっていけばすぐエンディングに行けるかな。パラレルワールドでプレイする。チャプターからやり直す。
パラレルワールドでいいんじゃないか。ああなるほどね。あ、こっからっすね、こっから。ここはスキップできないか。マックス、マックス、どうしたんだよ。起きろって。クロエ、あ、ごめん、なんか気絶してたみたい。びっくりさせんなよな。悪夢を見てたの。すごくリアルで怖かった。ここら辺の下りはちょっともう一回見ることになりそうですね。一応まだ竜巻こっちなんだ。この嵐は私が招いたんだ。全部私のせい。時間を巻き戻して運命を変えてるうちにいろんなものの未来が変化してる。私のせいで町の人たちが死んじゃう。そんなの気にすんな。好きで力を手に入れたわけじゃないのに、それを使って私を助けてくれた。レイチェルはダメだったけど、でもその力のおかげで見つけることはできた。マクシン・ホールフィールドは私のヒーローだよ。あ、ここスキップできる。そうだな、すべてを、すべての出発点に戻るか。マックス、時間だ。クロエ、ごめんね。こんなの嫌だけど。でもいいんだよ。みんなを救うためにはこうするしかない。ただレイチェルの仇だけは絶対撃ってくれ。任せろ。人生最後にマックスと過ごせて私本当幸せだったよ。マックスは私のヒーローだ。クロエ、これが最後だなんて。マックス、ありがとな。ほら、早くしないと気が変わっちゃうだろう。一つだけ頼む。私のこと忘れないで。バカ。これは勝手にフォーカスしてくれてんな。来たか。ここでさ、マックスがさ、出てってさ、あれ姉さん何してるの、ここ女子トイレよって言えばさ、なんか全て解決しそうな気がするんだけど。大丈夫だ、落ち着け、心配いらない。深呼吸だ、しっかりしろ。ここは俺の庭だ。何でも思い通りになるだろう。何の用だ。ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて本題だけど。金ならねえぞ。嘘つけボンボンめ。てめえ舐めた口聞きやがって。ぶっ殺してやる。何をそれ、ちょっとやめて。やめろ、近づくな。俺に指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって。とりあえずこの会話をさ、スマホで録音しとこうよ。ふざけんなよ、離れろ。
てかよく見つかんないよな。いやこれ窓線ブチ切れでしょ。ついでにマーク・ジェファソンも逮捕。ああ竜巻は多分来てないってことか。これアルカディアベー、これなんていうの、セメテリーみたいな、お墓ってことかな。あれケイトとかウォーレンってさ、クロエのこと知ってたの？まあ一応退学にはなったって言ってたから、その時の友達だったのかな。これはフランクか。
名前忘れた、ポンピというか、あ、これここまで戻ってくるんだ。はい、というところでもう一つのエンディングも見て、結局マックスが力を手に入れた理由とか、なんかそこら辺はよく分かんなかったですね。まあそういうものなのかな。で、最終的にはまあ結局全てはなかったことにというか、普通に力を手に入れなかったことになって終わったという感じですかね。はい、というところで、じゃあ、Life is Strange は、今回で終了となります。本当に、長い間最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方と、Twitter のフォローしていただければありがたいです。ではまた次の作品でお会いいたしましょう。ありがとうございました。